ミノアともゆきは、東京都出身の男性実業家である。株式会社、マクシスホールディングス。株式会社、マクシスアソシア。株式会社、マクシスホールディングスの代表取締役、会長兼 CEO である。名工技塾フランチャイジーである、マクシスホールディングスを経営。他、ビューティー事業、ウェルネス事業、広告事業などを手掛けている。 大学3年になってすぐ、父親が余命3ヶ月の肺がんであると分かった。一戸建てのローンや父親の医療費、生活費を稼がなければならなくなり、大学を中退した。いくつかの会社に勤めた後に家を売却して、1985年に、新目白通りと明治通りの角に飲食店を始めた。しかし客足が入らず、当時は生活するのがやっとだったという。 開店から3年後の1998年、持ち帰り、弁当屋の大手が、この場所に出店したいと立ちのき料800万円を提示した。赤字だった店だったこともあり、ミノアはすぐにこの話に応じ、800万円を手に入れることができた。この800万円を使って、ミノアは当初飲食店のフランチャイズを出店することを考えたが、費用が高いこともあり断念した。 他のフランチャイズも検討した末、学習塾を出展することに決めた。生活の拠点を複数有しており、沖縄県の豊崎がその一つである。もともとは、ハワイを検討していたが、新型コロナウイルスの蔓延で往来がしづらくなったことに不便を感じ、暖かいところが好きで、長期滞在は難しいという性格から豊崎を選択することとなった。 個別指導で有名な名工技塾の教室を東京を中心に60店舗展開するマクシスグループ。創始者のミノア智も会長は一度授業に失敗し、そこから這い上がり現在の成功を手に入れた。ありがとうございます。